はい、皆さんおはようございます。ジャーナリストの岩上靖です。本日はですね、久しぶりに、森裕子先生の お部屋にお邪魔に上がっておりまして、これから森先生にたっぷりお話を伺おうと思っております。森先生、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。お久しぶりです本当に久しぶりでした。すいません、なかなかインタビューに応じられました。はい、文部副大臣という要職にお終わりになられて、発言もね、切れ味鋭く森裕子節というわけにはやっぱりなかなか。そうですね、副大臣ですので、はい、あくまでも黒子大臣をサポートする、その大臣はお忙しいですから、実質その文部科学省の中で、私は教育と、そして文化を担当させていただきましたけれども、その政策の取りまとめを省内で行う会議を主催して、皆さんに、官僚の皆さんに出てきてもらって、議論をして政策をまとめていくというのが仕事でしたから、そうするとその黒子がそんな、自分の意見をしょっちゅうこういうもので発信するというのはなかなか難しい部分が、大臣の決裁を受けてないものについて勝手に、大臣と違いますからね、考え方が。違いますからねっていうか、違うことがだいぶありましたので、そういう、大臣の指示を受けてそのまま、やる場合もありますし、私の方で官僚といろいろ議論をして、ある程度まとまったものを大臣に、認めていただくというか、ご了解いただくという両方のパターンがありましたので、その辺はやはり決まるまではなかなか出せない部分があって、副大臣にね、就任された時にはこれで森裕子節封じみたいな、そういう、そうですか政権の狙いはそれはそうなんじゃないですかね。やっぱりそうですか。冗談じゃなくなっているようです、本当に。組織の、トップは大臣、そしてその下の副大臣ということですので、その組織を背負っての発言になりますから、なかなか難しい部分がありましたよね。7ヶ月ですよね。あっという間でしたけどね。あっという間ですか。意外と、いや7ヶ月間は非常にツイッターのタイムラインなんか寂しい状態になってたような気もしますけれども、7ヶ月の間いて、ご覧になった政府の違いというのはどうでした？現在政権の内側というのは。そうです。政権の内側というよりは、やはり私の場合は、大臣と違って本当に文部科学省の、番頭さんみたいな、だから政権の内側というよりは役所の内側ということですよね。で、問題のその放射能の関係のところは私の担当じゃなかったのが大変残念だったんですけれども、担当ではなかったんですが、いろいろ。20ミリシーベルト問題というのはね、昨年ありました。で、その持ち上がって、この問題に関しては先生大変、強い関心を示されて、動かれたり、あるいはこう陳情に来る方々と応援になったりとかされていたと思いますけれども、教育文化担当で放射能の問題の担当に直接ならなかったということですけど、この問題でも動かれたと思うんですね。中に入って20ミリシーベルト問題、この子どもたちの放射能のね、被爆の基準値というものがですね、一旦、非常に緩められ、そして1ミリシーベルト戻すとかなんとかというような話にはなってますけれども、そっちの方向へという話にはなってます。それは去年の8月に、年間1ミリを目指すということで、変えてもらったわけですよね。だから20ミリシーベルトにはなってないわけですが、学校は。で、その文部科学省としてもその、事故の後のさまざまな意思決定、どういうふう、それぞれの立場の人たちがどういう、形で関わり、どういう意思決定がされたのかについて、その検証委員会を設けて、一旦昨年末に中間報告を出し、そしてまた改めて報告を、出してるわけですけれども、なかなかその肝心の、どういういうことで20ミリシーベルト、3.8 マイクロシーベルトパーアワー、1時間あたり 3.8 マイクロシーベルトまでは認めて、 それ以下であれば学校で、学校を再開していいですよと、新学期を始めていいですよというふうに、本当にどういう経緯で決められたのかっていうところは残念ながらまだちょっとはっきりしないのかなという気はします。で結局、皆さんもご存知だと思いますけれども、やはりこの低線量の被爆の影響について専門家の間でものすごく意見が分かれているわけですよね。で山下さん、その福島のアドバイザーの山下さんはその発言の場所によって言ってることは違うわけですけれども、ミスター100ミリシーベルトと言ってるわけですが、要はいわゆるその、原子力村の中の人たち、その中の放射線防護の専門家の人たちは、100ミリ以下は心配ないのであると、100ミリシーベルト以下でその顕著なその健康的なその被害の影響はない、はっきり分かっているものはない、疫学的に証明されていないという立場ですよね。一方その慎重な立場の人たちは1ミリと、疫学的な根拠は示されてはいないけれども、要は社会が受け入れられる数値として、いろんな他のリスクがあるわけですよね。交通事故とか、他の病気であるとか、そういうものと比べて放射能のリスクが、これぐらいだったら無視できるんではないですかということで1ミリと。いうことが決められているわけですが、その、100ミリと1ミリで、もう全然、かけ離れた、やはりそういう専門家の、学問の世界というか、そういう中で、翻弄されたのかなというふうに思いますね。非常に不幸なことだったというふうに思います。今お話の中でですね、どうやってその100ミリまでごめんなさい、20ミリまで大丈夫だと決まったのかと、一旦は決まったのかという意思決定のそのプロセスが分からなかった。これね、一般の国民はその時その時目に見える政府の顔というのは政治家ですから、政治家が決めてるんだ。あの大臣が決めてるんだ。総理が決めてるんだ。このぐらいの大雑把な考え、そういうふうに見なしている人は少なくないと思うんですよ。ところが、あるいは何か不審な点があれば聞けば官僚は教えてくれて、で官僚はその情報も開示してですねくれると。例えばその決定にかからなくてもですね、その決定のプロセスは森さんが一言命令すればすぐに資料を持ってきて、これこれこうで何月何日を書いてこう決まりましたというようなふうになってると思う。残念ですけれども、政府事故調、あるいは国会の事故調、あるいは民間の皆さんの事故調でも指摘されてますけれども、要するにこの初めての深刻な原子力事故ということで、原発事故ということで、当時思い返しても大変混乱している中で、いろんな記録というのがね、残っていない、あるいはメモを取っていた役所の担当者はいるんだけれども、それが必ずしも全て正しいのかというと、そうとも言えないとか、いろんなことがあって、結局肝心なところが、記録に残っていないということではないかなと思います。だから、そうですね。誰がその意思決定をしてるんだということになりますよね。そして意思決定したものは誰なのか、風も分からなければ、どういういかにしてっていうhowも分からなければ、そしていつwhenということも分からなければですね。そしてその意思決定の責任はどこにあるのか、いずこにあるのかということまで分からない。この霞が関はどこかに決まっていっちゃうんですね。ただ20ミリで20ミリでいいとは言ってないと、ずっと当時の高木大臣もおっしゃってますけれども、要は 3.8 マイクロシーベルトパーアワーということについては、最終的に大臣のその時の政務三役の責任において決めたわけですから、ただそのプロセスがちょっとね、なかなかはっきりしてないのかなという気はします。でまたそのさっきも言いましたように、専門家の間で意見の分かれていることですので、ここはある意味仕方のない部分もあったのかなというふうには思いますけどね。ご自身は今どういうふうにお考えですか？私ですか？はい。今一議員 3.8、うん、当時、はい、当時というか、まあ現在ね、やはり学校に対してね、学校は1ミリシーベルトであるべきを目指すという、できるだけ提言していくという立場に、私1年前と自分の立場全く変わってないんです。改めてこの間、去年の5月1日予算委員会テレビ入りで、この20ミリシーベルト問題を取り上げたと、その質問を振り返ってみましたけれども、自分で言うのも変なんですけれども、非常に筋が通っているし必要な問題点については全て指摘をしてあるなというふうに思います。当時その20ミリシーベルト、ね、3.8 マイクロシーベルトパワーアワーという数字を決めるということを聞いて、だいぶ当時の政務三役に対してそれやめた方がいいと、いうことは高木大臣とも、それから他の政務三役とも、相当私はそれはやめるべきだということは言いましたので。こうした政権内にあってですね、ご自身の主張を通して、貫いていこうとすると、いろいろな邪魔が入ったりプレッシャーがかかったりということは終わりですか？そうですね。ありました。ありましたよ。どんどん一番分かりやすい例が、要するに給食の、給食の問題もありましたね。学校給食の安全確保事業、正式名称は安全安心のための学校給食環境整備事業という、これを昨年平成23年度の第3次補正予算に、たった1億円なんですけれども計上させていただきました。で9月に副大臣に就任した時には、タイミング的にすでにその3次補正の案はほぼ固まっていて、そのコミットする余裕がほとんどなかった、許されなかったんですけれども、私は嫌だって言ったんです。一つもその関与してないものを国会で答弁することはできないと。でそれまでにいろんな、先ほどの20ミリの問題ですけれども、いろいろ20ミリシーベルトの問題もありましたが、それでもなんて言うんでしょうか、校庭の除染であるとか、それからエアコンをつけるであるとか、リフレッシュキャンプであるとか、提案してきたことについてはすでに予算がつき、そして不十分ながらも、事業は実施されていましたので、で私が政務三役になる前に提案していたことで、議員立法案、まで作って、党内で、文部科学部会で提案し、さらには文部科学省に対して相当強く働きかけて、できていなかったことがその学校給食の問題だったんですね。でこれはどうしてもやらせてもらいたいということで、無理やりねじ込んだ形です。やり残してたという思いがあったわけですね。いや、これやらないと、要するに食の安全、特に学校給食の安全、要するに内部被曝を防ぐこと、それについて政府として、特に子どもたちが、学校給食と非常に大きな重要な子どもたちの食生活の中で占めるものですね。1日の3分の1ですからね。それと同時に、その学校給食の安全確保事業をやることによって、この内部被曝を防ぐというその政府の考え方、文部科学省としての考え方、あるいはその数値、その時はまだ暫定の規制値500ベクレル高すぎると、その暫定規制値でしたので、この事業で文部科学省の考考え方を示すことによって、それまでこの内部被爆について全くその十分な対応をしていないその政府の対応を、変える突破口になるのではないかというふうに私は考えていたので、この間も役所の人たちと反省会したんですけども、あれがもし私がね、その1億なんかじゃダメだとか、で10億だ30億だと、50億だというふうにいうことを言ってたら、おそらくその事業は開始できなかったということで、私はどうしてもその事業はもうねじ込ませてくれと言い、でもう宿泊して彼らがじゃあこれでどうでしょうかと案を持ってきた時に、その1億とでその1億を恐る恐る持ってきたわけだけれども、1億でいいと。それからやり出すことが大事だと。それでその1億でアリの一決みたいなもんですね。そうですね。それは非常に良かったと。もしそれをなんか欲張って30億だとかそのこと言ってたら絶対始められなかった。で時にはすごく抵抗は皆さんあったわけですけれども、結果としてその始めておいてよかった。であれ始めてなかったらその後の国会の審議の中等でですね、持たなかったという部分もあるし、何よりもやはりあそこでスタートしたことで、1億なんですけれども、独自にすでに始めていた横須賀市とか自治体もありますけれども、あれが引き金にというか、になって、全国の自治体でどんどん導入も進んでますし、また学校給食だけではなくて、その食品のなんていうんですか、放射の値を測るそういう事業は、内閣府災害対策本部等でもいろんな予算がついて、充実してます。さらには福島の方は基金を積んで、その中でその事業が充実できるようにという。相当な金額がつきましたので、全体で700億の基金の中で、学校給食についても十数億それに使ってくださいということで、みんなが大化けしたと。なるほど。1億円の事業が大化けした、大化けしたと、でもこれその金額だけではなくて、実は皆さん覚えてらっしゃるかもしれませんけど、40ベクレル問題というのがあって去年の年末に。あそこはですね、私はひょっとしたらあそこで辞任してたかもしれませんね。ちらっと前おっしゃってたことあるんですよね、まだ言えないかなというふうにおっしゃいながらポロッとお話しいただいたことがちょっとありましたけれども、そうですね、これはその時にかかってたプレッシャーというのはどういうものだったんでしょう。で先ほども申し上げましたように、この学校給食の事業を始めること、そのことによって金額は少なくても文部科学省としての考え方、そして学校給食におけるその食品の安全の目安というものを示すことができる、これは非常に重要だと思ったわけです。国が示したということになれば、自治体もね、態度変わらざるを得ないですかね。で、私はそれは数値はいろいろあったわけですけれども、ウクライナに10月16日から20日までの間、そのためにも視察に行ったわけですね、無理やり、で現地でのいろんなお話をお聞きし、でいろんな数字はあるんですけれども、少なくともこの25年、経験をしてきて、そのいろんな経験から持ってるわけですから、その数字を、そういう意味でそのウクライナ基準というものを採用するのが非常にいいのではないかというふうに思って、でその40ベクレルということで、その暫定規制値の500ベクレルを学校給食で認めるということはありえない選択でしたし、その時にはすでに厚生労働省が新しい規制値100ということで、案は固めてたわけですけれども、これとてどんな抵抗に遭うか分かりませんし、実際あったわけですからね、そういうことで、40ベクレルというのを目安ですけれどもね、そういうふうに出したところ、一斉に叩かれましたよね、マスコミに。で、その当時の中川大臣がなぜその私の発言を否定したのか、そこからこう混乱が始まったわけですけれども、その記者会見での私の発言をその次の日の記者会見で否定されてしまったわけですけれども、結局ですね、厚生労働省の新しいその100ベクレルパーキログラムという食品の安全規制値を文科省所管の放射線審議会で、審議をして、放射線審議会が答申を出すんですけれども、そこで相当こんな厳しい基準だったら農家はやっていけないと、この放射線審議会の答申についた意見もね、答申自体は妥当だという答申なんですよ、主文は妥当である100ベクレルだけども、その付帯意見として厳しすぎると、こんなことをやったら農家はやっていけないと、おかしいその意見がつきましたよね。だって放射線審議会っていうのは科学的にその、子どもたちはじめ国民の皆さんの健康にとってその、安全を確保できるレベルということをおっしゃればいいわけで、ただ事故後ですから、そんなに厳しくすることもできないけれども、妥当なレベルでということだと思うんですけど、農家がどうのとかっていうことを言うべきでもないと思うんですよね。生産者保護のための、ただもちろんね、ここまで厳しくすると食べるものがなくなりますよと、それは結果的に飢餓になりますよという、それは別ですよ、それは別ですけれども、で、その後は生産者がそのね、クリアできないわけでもないですし、そうですね、で私に対してのその40ベクレル森裕子は何の根回しもしないで唐突にその、政府の中にいるのに、その全く他のところとも協議をせずに勝手に40ベクレルを出したというようなことで、順番に新聞が叩いていくわけですよね、各紙、その記事だけではなくその社説、結局一通り10日くらいかかりましたけど、全社同じ論調で私のことを批判したわけですけれども、いやとんでもないなと思いましたよ。例外がありました？ないです。全市ですか？全国市6市全市、すごいですね。もちろんそのベタの記事の方では批判記事ばかりはないんですよ、でも社説は全部同じですよね。混乱を招くだけだみたいな、それでその、大臣の顔を潰すわけにもいかない、それからさりとて私はその40ベクレルを否定することはできない、しかも根回しはきちんとやってるわけですから、了解は得てやってるわけですよ。やってたのに中川さんは否定したんですか？その辺はちょっと勘違いなんじゃないかなと思いますけど、ね、勘違い。じゃあ一旦は了承して根回しして耳に入ってていいよっていうことを言っていて、それで翌日、その辺がですね、ちょっと曖昧な部分があるのかな。ここはねまだちょっと話せないですけれども、端的に言いますと、その担当してくれた文科省の担当者が体を張って、私を守りながら、この事業の実施にこぎつけたと、本当に感激しましたね。具体的にどうだったかっていうことについては、そのうちにですか？まだ謎残るんですね、これ。まだ、そうですね、まだちょっと謎残る。謎っていうか、これはしゃべらない方がいいのかなっていう気もしますけどね。あ、そうですか。いや、森さんを叩きたくてしょうがないマスコミがネタを探していて、ネタ作りみたいなものを行われたと思います。いや違いますね。これはね、部活的に起こったことですか？ここは要するに厳しい基準値を設定してもらっちゃ困るよっていう勢力だなというふうに思いました。それはなぜかというと、メール事件というのがありまして、厚労省の、その新しい基準値に対してパブコメをやったわけですね。でそのパブコメにさっき言ったような放射線審議会の付帯意見のような反対意見を投稿してくれと、パブリックコメントということで、それを組織的にやったんですよ。誰がですか？前の、放射線審議会の会長、中村さんという人です。そしてそこには、そのメールの中には、現審議会長である丹羽さんの名前も出てきます、だからそういう人たちが、画策してやったわけですよね。で私はそのメール事件を見て、あ、この人たち、例えば中村さんが指示して、森優子が40ベクレルとかって言ってるのはけしからん、やっつけろって言ったわけではないと思いますが、こういうその基準値を厳しくしては困るという人たちが、そういう勢力が一斉にその40ベクレルということで私を叩いたんだということをその時に思いましたね。ただ私はここはね、絶対引いちゃいけないと、悪いけど40ベクレルを私がその発表したそのやり方そのものを撤回させるっていうことだったら、私は辞表を出しますよという、辞表は書いてませんけれどね、そういう、心構えでというか、戦いましたね、その時は。だからあの時にそう一回辞任の危機はありましたよね。でもお辞めにならずに済んだのはどうしてなんですかね？そこはですね、大臣を傷つけるわけにもいきませんし、お互いに、うまくそこを切り抜けられるように、協力したと、そこはうまく切り抜けられた。なるほど。メディアのバッシングもしのげたということですか？そうですね、それは、メディアのバッシングがしのげたのは、結局そのバッシングしても世論がついてこなかったってことです。なるほど。あれは大きいですね。そう、逆に言うと、40ベクレル高すぎるっていう抗議をいただくぐらいですから。なるほどね。少なくともとにかく下げようと思ってるわけです。安全な方向に向かおうと努力している副大臣に対して根回しがどうなこうのと手続き上の瑕疵というかですね、言いがかりに近いものをつけて全市を並べて叩こうとも国民は踊らなかった。踊らせようとして一斉に襲いかかろうというような動きにはならなかったってことですね。そうですね。だからむしろ応援してくださる、頑張れと応援してくださる方が増えたというふうに。そういう声も直接寄せられましたか？そうですね、たくさんいただきました、メール、それからツイッター、その事務所にファックスなどで、ですからそれはおそらく文部科学省にも来ていたというふうに思いますし、それが非常に大きかったなと思いますね。やっぱりネットをはじめとしたですね、今まで、メインのメディアであるマスメディア、それとは別のサブメディアの情報発信とその応答の力っていうのが大きなものになっていってますね。大きいと思いますね。結局世論形成力っていう意味でもその権力者の権力の源泉は、情報の独占というのも大きいですよね。はい、もちろんです。まだまだ大手のメディアの部分は独占されてるわけですけれども、そして大本営発表を垂れ流したりするわけですが、ただそうではない一般の国民、市民の皆さんがツイッター、ブログなどで独自に発信できると、これはものすごく大きいことで、非常に重要なことであると。今まではそういう対抗するツールはその一生懸命ガリバン切ってこうねビラを一生懸命こう野員に紛れて配るレジスタンスで配るとかそういうことだったと思うんですけれども、それがネットで一斉にダーッとできるっていうことは非常に大きい力だなというふうに思いますね。そうすると権力者も一方的な情報発信はできなくなりますよね。でこういう危機を乗り切った森裕子副大臣が副大臣をやはりお辞めになられたと。そうですね、はい、でそのきっかけというのが消費税増税、これを閣議決定したことだと。で、これには私は応じられない、内閣の一員としてこれに従えないという声明をお出しになられてお読みになられた、このいきさつといいますか決心、それからまあいろいろ葛藤もおありになられたかもしれませんが、はい、この点についてちょっとお伺いしたいと思います。そうですね、7ヶ月間の文部科学省の仕事というのは非常に充実していて、私自身もともと文部科学省畑ではなかったんですけれども、去年の年末には大学改革タスクフォースを立ち上げ、今大学の問題が非常にクローズアップされておりますので、非常に自由闊達な議論をそこに全省的に集まってもらった、役所の皆さん、全省的というのは文部科学省の各部署の、責任者、そしてその議論を支える若いスタッフで、そのタスクフォースの会議は面白いということで、後から自分のところも入れてほしいとかね、自分のところの案も盛り込んでもらいたいというその話が出てくるほど非常に活発に議論をして、みんな県県学学大学はこうあるべきだ、高校との関係はこうあるべきだというものすごい、いい会議だったと思いますし、そのプランをまとめてもう明日発表するというような、明日発表するというような、タイミングに来ていた、例えばそういうこともあったりして、私自身としては非常に充実していて、特に文科省というのは事業官庁じゃないですから、あまりそのドロドロしたなんていうんでしょうか、不祥事というか、そういうものがない。去年の原発事故の対応でいろいろ放射能の問題がありましたけども、私の担当した部分は若干違うところなので、そういう意味では非常に良かったので、後ろ髪引かれる、その気持ちが揺れるっていうのは正直言うとあったわけなんですが、ただし結局も根本的なところですよね。なんで消費増税に命をかけなきゃいけない、そうじゃなくて政権交代っていうのは今までの国の在り方そのもの、文献、地方文献とかが例えばいい例ですけども、そういうものも全て根本からもう一回作り直して、税金の使い方を変えて、私使われ方っていう言い方すごく嫌いなんですよ。すごく無責任じゃないですか。そうですね。一言見て、使ってるという主体性を持って言ってもらえてですね、税金の使い方を変えて、これだけの経済大国ですよ、陰ってきたとはいえ世界第3位の経済大国、しかも一般会計だけで80兆90兆というお金を使っていて、でも本当にその困難を抱えている人のところに支援が届いていないと、おかしいですよ、でみんなは夢を持てない、でそういうものを変えるために政権交代皆さんに期待してくださったんでしょ、じゃあそういうことがやった上でですね、それでも社会保障、増え続ける社会保障の安定的な財源の確保のために消費増税というなら分かりますけれども、そうじゃないわけですから実際は、これから国会の中で議論になってくると余計明らかになると思いますけれども、再来年、8% に上げて、続いてその翌年に 10% に上げて、そんなことできると思います？いやいや、もう潰れちゃいますよ、本当に。そんなことね。中小事業者なんていうのは消費税がこれだけ上がったらまずもうやってきませんし、価格転嫁できないので、結局その収益が悪化する、業績が悪化する、で、まあ本当に今までやっと持ちこえてきたけどもうダメだと、廃業に追い込まれる、倒産する、そういうところは増えると思いますし、これだけね、私が参議院議員になってから10年、まあ、もうすぐ11年なんですけれども、可処分所得、勤労者の可処分所得が減っている中で、その消費税そんなにね急激に上げて、まあ、景気悪くなりますよ、誰がどう考えたってね。景気が悪くなる、ものが可処分所得が少なくなるからものが売れない、そうすると、企業の業績は悪化する、さらに、リストラ、賃金カット、給料が減る、まあ、いわゆるデフレスパイラルですよね。さらに加速するんじゃないかと。で、おそらくはそんな中で税率上げたのに税収は上がらない。そうなんですよ、ね、むしろ下がってしまうという、その今の議論を、私は副大臣として政府税制調査会で、去年その平成24年度税制改正大綱を作る過程で、ずっと主張というか、まあ、議論をしたいと思ってね、こういう質問をいろんな角度から投げかけるわけです、私の方から、だけどまともに答えが返ってこないんですよ。でそういうのを議論した上で、いやその問題点についてはこういうこれこれこうで解決しますとか、そういうのがなかったんですね。これは純粋な本当に経済を良くしようと思って、ただ考え方が違うといったまともな経済議論が成り立ってる話ではないような気がするんですよね。何か全然別の思惑で動いているものに動いて仕方がない。そもそも今輸出も不振だとか、あるいは産業の空洞化が行われていくとか、その産業空洞化、この工場の海外移転なんかは、原発の再稼働を行うせいだとか、もう意味が全く論理的な筋道が全くつながらないようなめちゃくちゃなことを言われてたりもしますけど、これはもう本当にたった一つ言ってもいい円高のおかげですよね。円高のここまで維持してしまって、まあ強いられているという部分もあると思いますけど、外側から。でもその挙句どんどん空洞化が進み、そして輸出も不振になっているという、こんな中で、増税をしていこうというのは一体どういうことなのか。いや私は理解できないんですよ、でそのまあまあこの増税の話するとキリがないんで、まあ、置いときますが、まあ、そういうことでまあ議論をしてね、でそのきちんと議論をして問題点が解決されたということであればいいわけですけれども、まあ、そこはもうまともな答えが返ってこないまま、税制改正大綱は決めたわけですね。そこはでもその多数決を取るとか、そういう話ではなくて、これ例のごとく多数決を取らないんですね。そうです、多数決を取るような場所じゃないんですよ。そうか。でまたその、もうすでに党内でも議論が始まってましたので、同じものが論点になっていくと、まあ、実際そうなんですけれどもまあ、相当党内でも議論が進むだろうなと、で最後のところは私が政府税制調査会で言っていたような景気条項をね、少なくともきちっと数値目標を入れてつけるとか、でも私の持論を言ってるわけではなくて、平成22年に民主党政権として決定、閣議決定をした新成長戦略の中にきちんと盛り込まれている、その経済成長のための戦略、つまりもうデフレの状況の中で何をしてもダメだと、だからまずはデフレの脱却をするんだ、高らかに掲げてですよ。でしかもそこに数値目標まで入れて、GDP デフレータープラスマイナス1と、要するにデフレ脱却ってそういうことですから、でそこまで掲げているわけだから、それをそのまま入れればいいじゃないですか、法律にと、いう話なんですが、そういうふうになっていくだろうということを期待していたんですけれども、結局それもうやむやなまま、盛り込まれたとは言っても全然その影響力のあるような入り方じゃないですし、とにかく何が何でも増税したいんだと、これはもうその民主党その政権交代で皆さんにお約束をいろんなことをした民主党のその本質的なところがもう完全に否定してるわけですから、ここ副大臣でいる以上は、その増税法案について逆に我々としてはもう、自信を持って皆さん賛成していただきたい案ですと説明しなきゃいけない立場になるわけですよね。実際その全国のキャンペーンに、参加せよというお達しも来てましたし、それはできない、でその政府内閣総理大臣の一番の大方針だって命がけで やるって本当かどうか分かりませんけどねいや本気だと私は思いませんけどね、命がけでやるって言ってるわけでしょ、でそういうことにもう大反対なわけですから、でそのことを言うためには、それは辞表を出してから言うべきだというのが私の立場でしたので、だから辞表を出すまでは対外的にはそういうことは言いませんでしたけど、いわゆる小沢派とか小沢グループと言われるような人たちがこの時期政務三役をお辞めになられたり、あるいは一部離党する人も出ましたけれども、この方針消費税増税に対して反対だという姿勢を何らかの形で示されました。タイミングがねたまたま一緒になったのか、それともお互いに示し合わせてやめたのか、あるいは小沢さんから指示があったのか、その点はどうなんですか？相談はしてました。相談というのは小沢さんと、あるいは他の副大臣と、他の副大臣とね、でどうすると、でいつかは自分たちのそのいや賛成の人はいいわけですけどね、グループ関係なく、自分の信念においてこれでいいんだと、どうしても増税が必要なんだと思われたんならそれはそれでいいわけですけれども、しかしこれは非常に大きいテーマですので、どこかで自分たちの、意思表示をしないと、でそのタイミングはその法案の採決の時ということもあり得るというのはあったんですが、ただやはり政務三役としてその説明責任を負っていくと、それまで、いやこれはもう内閣として自信を持って出した法案ですと言わなきゃいけないわけですから、で説明しておいて、そしてその法案の採決の時に反対しましたなんて、それはとてもできないというふうに判断したわけですね、私自身は。で牧副大臣なんかもそうですし、ででもそういう時期じゃないと思われた方もいらっしゃると、そういうことですね。そうですか。小沢さんと具体的にお話になったりとかということはありました？いや私の方から、こういうことなんで、私は今回その辞めたいと思いますという、小沢さんはねどうも誤解されてるんですけども、今回はね、何人かのその政務三役にご自分のお考えをお伝えになって行動を共にしてほしいということはおっしゃったと思うんですが、普段そういうふうに言わないわけですよ。それぞれ自立と共生っていうのが小沢先生の一番の基本テーマですから、そのこうしろ、これに従わないと大変なことになるぞ、そういうことは先生は一切言わないんですよ。これはだからね皆さん勘違いしてると思うんですけど、私はもっと言ってもいいんじゃないですかって言いました。今回先生の方からそういう指示を出すべきじゃないですかと逆に言いましたけども、明確なリーダーシップを発揮してくれっていうようなことですね。だからいやそれはね一人一人その政治家はなんて言うんでしょうか、独立していて自分の頭で考えて、そこは自立してそれぞれみんな各選挙区から選ばれてきてるわけですよね、その付託を受けて。そこはねやっぱり自分の頭で考えろっていうところだと思いますよね。なるほど。その小沢さんがですね身動きが取れない3年間というのがありました。これは、はい、そしてその白黒という決着がですね、この4月26日、判決を迎えるというのも目の前にしてたわけですね。その目前の中、この消費税増税の問題もこう、競り上がってきたと、政局になるんじゃないかと言われている中、大臣を辞める辞めれないという時にこの判決がどっちに出るんだろうということも含めてやっぱり、お考えになられました？そこはあまり考えてなかったんですけれども、結果的にこの、副大臣を辞任してからの、約1ヶ月はですね、これはその副大臣の仕事と両立はできなかったなと思いますね。最後の、いきなり言っても分かんないと思うんで、私はこの3年間、2009年の3月3日に西松建設事件が起きてから、この3年間、ずっとこれはおかしいと、このままではこの国の民主主義が危ない、議会制民主主義の否定である、という、もうそういう大きな事件であると、これは小沢さんだけの問題ではないと、いうことで、ずっと論陣を張って、本会議でそういうことを討論の中で言ったこともありますし、それから、いろんな場所でそういう発言をし行動をし、そして最後は検察審査会の問題を徹底的に調査をしてきたわけですよね。そうですね。でいよいよその判決が4月26日に出ると。でその副大臣を辞めて、あまりにもおかしいことだらけなわけですし、改めて判決が出るまでの間にできることはないのかということで、さまざまなことを行いました。で、副大臣との両立は無理だと思います。なるほど。一番大きなことはやはりあれですか、法務委員会秘密会というものの開催を求めると、これも記者会見あって我々も中継させていただきました。ありがとうございました。これがやはり一番大きなお仕事って言ったらなんですけどね、だったんでしょうか。結果的にはそうですね。なるほど。この法務委員会秘密会というの耳慣れないんですよね。秘密会って何ってちょっと言葉がね、響きがね不思議な響きなんで、これはどういう性格の会であってどういうことを目的にして行うのか、そこをご説明いただけますでしょうか。国会にはそれぞれ、予算委員会もありますし、その法務省 それから司法 の関係を扱う法務委員会、国土交通委員会、いろんな委員会があるわけですが、それぞれこれ大上段に構えてああいう要請書を出しましたけれども、実は法務委員会の秘密会の開催というのは、別に議長にお願いに行かなくても、その委員会の、与野党の理事が合意をし、委員長が許可をすれば、あるいは委員長の職権で、あんまり委員長の職権でその秘密会の開催っていうのは聞いたことないんですが、要はその委員会で合意が整えば、いつもはオープンですけれども、個人情報が相当出てくるのでとか、あるいは、今回の場合は検察審査会の会議というのはそもそも非公開、非公開の原則であると、これは法律に規定されていますので、そういうことが適正に行われたのかということを検証するためにいろんなことを聞き出さなきゃいけない。そうすると、オープンではできませんねと。でそういう場合に、じゃあこれを秘密会ということで、その代わり外には出せないような情報もここに出して、みんなで議論をしましょうと、そういうことはみんなが合意すればできるんですね。でもっと早くこれがやれればよかったなと私は思いましたが、まあでもここまで来ないとできなかったんだなと。ここまで来ないとできなかったという、まあ、つまりですね、議員の数が少なかったってことですか。いや、そうですね、まあ、私の行動は、まあ、振り返ってみるとなんて言うんでしょうね、異様に見えてたんでしょうね早すぎてとかそういうことですか。まあ、いつもそうなんですよ、放射能の問題もそうなんですけれども、例えばさっきの学校給食の問題、私は当初から提案をしていたんだけれども、みんなに却下されたわけですよね。そして議員立法案まで私案を作って、議員立法案をその提示しているにもかかわらず、その役所が反対するんじゃなくて、役所も反対でしたけど、民主党のその部会の委員からも反対されて、まあできなかったわけですよね。でも何ヶ月かして「すいませんでした」って「森さんの言う通りでした」っていう、まあそういうパターン結構あるんですよね。早すぎるんですよ。早すぎるんですよね、きっとね。早すぎるし、私の言い方が多分悪いんだと思うんですよ。いや私の言い方が結構過激で、いきなりその話を聞いた人に受け入れられがたいということが。今日森さんすごくなんか言葉選んで控えめなお話してるなちょっと大人になった、ちょっと変わったなと思って7ヶ月で随分変わられたなと思ってですけど、いやもうもっと、もうちょっとですね、ハイテンションになりながらですね。いやもうその日によりけりですよ。その日によりけりですか。いや本当になんか、いやそれで過激さっていうのはでもそんな過激でした。いや過激だったんですよ。例えばこれは民主党政国民の代表である民主党政権と検察との全面戦争だみたいな。私としてはそれまでの経過があるので全然過激じゃないんですよ、自分では。だけどまあ引きますわよね、他の人たちは。だけどその2009年3月3日の西松事件の時から本質的なテーマはそうだったんですよ。つまりその時は政権交代は決してさせてはならないと、その今のままのその既得権益どっぷり使ったままでいいんだと、政権交代させちゃならないと、政権交代潰しだったわけですよ。で西の大阪地検特捜部郵便不正事件、これはもともと最初のターゲットにされたのはさっき言いました牧義夫、厚生労働前副大臣ですよ。牧さんは朝日新聞に3日連続で一面大スクープって牧義夫、それが一つのきっかけだったんですよね。でその牧義夫、そして石井はじめ狙いだったわけですよ、郵便不正事件とか、でも結局牧さん勝ったんですよね。勝ったんですよ。朝日新聞のこれ重要です。これ全然報じられてないんですよね。牧さんは朝日新聞とのこれ名誉毀損で、勝訴して朝日新聞は支払うということになったんですね。100万ぐらいです。110万でしたかね。100いくらでしたかね。だから3日連続で、朝日新聞の一面でその郵便不正事件に牧さんが関わったと、口利きをしたとやられたわけですよね。そこが発端というか、まあ要はもう政権交代阻止のための西は郵便不正、そして東京地検特捜部は小沢さんで西松事件と。でこう西松事件そもそもおかしいわけですよ。ダミー団体からもらったからいけないと。じゃあ何がダミーで何がダミーじゃないのか分かんないわけですし、でこの団体からもらったことが虚偽記載だという、政治資金規正法違反であるというならば、そこから同じ団体からもらっていた森元総理、尾身さんとか、その与党の職務権限のある人たちをなぜ捜査しないのか。こんなの当たり前の話なんだけども、ただマスコミがそういうふうに取り上げないから、結局小沢さんだけがなんかおかしいような話になっていて、で結局西松事件は検察の大失態、なくなっちゃいましたね、裁判から撤退したわけですよね。そうですね、事実上消えてしまった、訴因から消えてしまった、おかしな話ですよね。そうなんですよね、で、そしてまあ、もう撤退した方がいいよと検察の中ではそういう話になっていたのに、特捜部が言うこと聞かなくて、東京地検特捜部は今度は陸山会に着手したわけですよね。で、陸山会も結局そのマスコミ報道はあたかもその裏金があったと、公共工事、ダム工事に絡んで伊沢ダムだのなんだらかんだのと、いろいろゼネコンからのお金だの、特に水谷検察の裏金疑惑、5000万っていう。で TBS は捏造ビデオまで作って、石川智弘衆議院議員が受領したというような、都内のホテルの喫茶店で、これは全日空ホテルのことですけどね、全日空ホテル入ると1階にこう広々としたロビーっていうか喫茶店がありますよね。あそこで白昼堂々紙袋に入った5000万円を水谷建設の当時の社長専務からもらったと。でそこにたまたま居合わせていた水谷建設に近い関係者の証言による、TBS の、スクープ映像みたいな。いやもうあれもひどかったですけどね。今回は検察審査会の審査員に直接登場してもらった。そうですよね、何なんですかあれね。いやいや知りたいですよ。それだとしたらばどうやって調べたんでしょう。そうですよね、秘密が漏洩しているということでもありますから、だからですね、まああれが本当にどうやって検察審査員を探したのか分かりませんが、仮に検察審査員、証言した検察審査員といっても、まあ登場してくるわけじゃなく、ただ記者が聞いてきましたっていうだけの話ですけれども、検察審査員が仮に本物だったとしますよね。そうすると要は TBS の取材に答えてるわけですから、これはもうぜひ来ていただいてということですよね。そこまで言うんだったら法務委員会、秘密会ぜひ開催していただいて検証していただきたいなと思います。だからこの間検察審査会特に調べてまいりましたけれども、おかしなことがいくつもあるわけでして、平均年齢 34.55 歳、これは4月の別の11人の審査員、1回目の起訴議決を出した11人の平均年齢が 34.55 歳で、9月14日2回目の、起訴議決、ごめんなさい、起訴相当が2回で起訴議決になった2回目の人と11人、これは全く違う11人なんだけれども、まあ確率上ほぼゼロに近い、小数点第2位まで 34.55 歳という摩訶不思議な、しかもその2回目の9月14日に起訴議決をした11人の平均年齢を発表するのに3回も訂正してるという。でその理由が、11人の年齢を1人足し忘れていて、10人の年齢を足したものを11で割ったので若くなりすぎました、 30. 点何歳なんていうね。裁判所から出向してるわけですよ、裁判所の事務官なんですよ。でその次は、年齢の基準日を間違えましたというそのバカバカしい理由で、本当に私これ予算委員会で質問しましたけど、みんな失笑してましたよね、失笑を誘ってましたけど、まあ、そういうことで、例えば一番その分かりやすいので言えばその平均年齢の危機開会、でそれに端を発して私がいろいろ調査をしてきたわけですけれども、くじ引きソフトの問題もありました。くじ引きソフトの問題は、問題は要は匿名の、それから選挙民から選ばれた無作為で、有権者から選ばれたたった11人の国民の代表で、この国民の代表とこの人たちがみんなに認めてもらう、その最大の根拠がくじ引きですよ、要はその偏った意見を反映している偏った何かの団体の代表者ではない、広く国民の市民の普通の声を代弁して、市民目線でその検察が起訴しなかったことは妥当なのかどうかについて審査をするのが検察審査会ですから、だからこの、実はくじ引きされどくじ引きで、そのくじが公正に行われて無作為に審査員が選ばれるということが、これはもう肝の部分なわけですから、それが揺らぐと、もうこの検察審査会そのものの審査というの正当性というものが保証できなくなりますので、まあこれも結局いろいろ実験したり調査をした結果、まあ何でもありの何でもありのっていうか、とても公正に審査員を選べるとは言えない代物であった、任意に捜査が可能な、いくらでもできると、しかも証拠も残らないというとんでもない代物だった、しかもそれに 6,000 万円もかけてしまったという、おかしな話でもとにかくいろいろあるわけですね、でそこのところをですね今、本にまとめております。そこも今5本執筆中なんですよね。連休中は、ちょっとそれに忙殺されておりました。改めてね、これまとめて今までの3年間振り返って、複雑な経緯もありました、経過もありました。単純に言うと、単純にまとめて言うと、要は政権交代潰し、変えてほしくない。しかし政権小沢さんが身を引くことによって、逆にその勢いが出て。政権交代をしてしまった、そうしたら今度はもともとはね自民党政権の自公政権の時に始まったこの西松事件、それが、諦めきれないその検察一部の検察、そして与党のまあいろんな人たちの思惑、というものが絡んで陸山会事件、で陸山会事件も結局は散々捜査したけれども小沢さんを起訴することはできなかった。証拠は何もなかった。まあ事件の実態がないんですよね。要するに事件の実態があればまたともかく何もない。だからしょうがないから政治資金収支報告書の虚偽記載と、まあ事実木ずれですね。それだけでいくということになってしまった。まあ検察はもちろん起訴しなかったわけですけど検察審査会にやってもらったということになるわけです。まあでもこれは完全に検察審査会を悪用したということが分かりましたね。それはまあ今日お持ちですけれども、捜査報告書、検察官が東京第5検察審査会に提出した捜査報告書、これが捏造であったということが分かった。とんでもないですよね。これ斉藤さんのこう大体この下線が引いたらおかしいですよね。これが田代さんなんですね。これは田代、まあ主任の検事ですよね。昨年の12月15日に公判で証言した方ですよね。そうですね。で、こちらのね判約ありますけれども、石川さんの取り調べを行ってでこれ石川さんが録音していた。そして、これと彼がまとめた捜査報告書の上にもあまりにも乖離があると、捏造である捏造だったということが分かってしまったわけですね。で他に木村さんという検察官検事でこれ斉藤さん宛て副部長宛てに出しているもの、これは同じく木村さんのもの、こういうものが出てきてるんですけれども、その斉藤さん自身がまた捜査報告書を作ってる。でこれは部長この佐久間達也さん特捜部長宛てに出してるんですね。だから佐久間さんこれお読みになってるわけですね。だから全部知ってたわけですね。でさらにこの強調するためのアンダーラインとかまで引いてるんですけれども、これなんとこのまあおそらく警察審査会の審査員を誘導するためにここを強調するんだよということで、ここをよく見てねっていうこの誘導のためのアンダーラインを引いたのは佐久間さん本人だということまで、出たんですね。読売ができました。読売さん急に今まで組んできた相手を切りかかってるような感じもしないでもないですが、まあ、結局、郵便不正事件で、捕まった逮捕された前田元検事が、昨年の12月の後半で、この小沢さんの裁判の後半で証言したわけですけれども、はい、そもそもその見当違いの検察の見当違いの妄想、うん、その妄想に基づく壮大な虚構だといったら、まあ、壮大な虚構という言葉を使ったかどうかあれですけど、見当違いの妄想という言葉を使ったんですね。うん、はい、でまあ、簡単に言っちゃうと検察がでっち上げたわけですよ。ですね。うんうん、ででっち上げながら、いやこんな裏金疑惑があると、談合、要するに口利き斡旋利得的なことがあるということをどんどんマスコミにリークをして、でそのさっきも言いましたけれど大本営発表で、マスコミはどんどん書く、さらにはその捏造ビデオまで作るという、で放映するというようなことまでやって、まあ、でっち上げの事件、そこにマスコミがメディアスクラムを組んで、大メディアが全部乗っかって何が何でもこの際小沢さんを抹殺しようという3年間だったというふうに思います。で私はその3年前から先ほど言いました、こんなことを言うした日本の民主主義、議会制民主主義が危ないと。で、こんなことを許したら私だっていつ何時、事件で打ち上げられて、証拠を捏造されて、捜査報告書を捏造されて、検察が起訴できなかったら検察審査会があるさ、密室の素人の11人の検察審査会が審査するところに検察官が嘘の、もうこんなに悪いやつなんだけど僕たち起訴できなかったんですよと、だから皆さん起訴してくださいと言わんばかりの捜査報告書を送って、密室の中で、そして、まあ、何らかの意図を持った審査補助員、これ弁護士ですけど、審査補助員が、まあ、小沢さんの時の場合にはヤクザの親分子分みたいなもんだという共同正犯の例を出してきて、誘導したと。でも分かんないわけですよね、密室ですから、はい、密室の検察審査会を利用して、そして、小沢さんを刑事被告人になることに成功したわけです。で私は4月26日の判決当日、有罪判決が出ると思っていました。あ、そうですか。というのはどうしてですか。いやだって去年の石川さんの推認に次ぐ推認、証拠がないのになんで有罪にできるんですか。推認に次ぐ推認、で検察側が、まあ、その、証言についての裏付けのなんかいろいろやった部分もあるけれども、でも一方でその反証もきちんと出てるわけですから、それなのにあんなとんでもない有罪という判決が出たので、もうこんなのは何でもありだなと、そのこいつを抹殺しようと思ったらいくらでもできるんだなと。いうふうに思ってましたので、有罪になると思ってました。まあだけども、これは私の予想ですが、私の予想ですよ、あくまで。推認ですね。私の推認ですよ。私の推認によると、それからこれまでの調査によればですね、おそらくこの検察審査会っていうのは実態は裁判所の下請けですから、最高裁が人事もお金も最高裁事務総局の人間が出向してやってるわけですよね。そうですね、ですから、下請けなんですよ実態は。だから検察審査会がやってたことを裁判所が知らないわけはないんですよ、そんなのは。そうですね、でそういうその上の方の人たちが談合したという話も出てるので、結局みんなグルになって小沢さんを抹殺しようとしていたんだけれども、この捜査報告書、これ私ね、週刊朝日のスクープ、これおそらく週刊朝日だけでなく大手マスコミも持ってたと思いますよ、これは検察内部のもうこんなことじゃダメだという義憤に駆られた方がリークしたんだと思いますけれども、大手マスコミはこれを書かなかったわけです。しかし週刊朝日、これこそジャーナリズムだというふうに思いますが、土壇場になってこれをスクープしたわけですね。で噂はあったわけですけれども、これ本物が出回ってしまったことでこれを言い逃れできなくなる。そうすると私の推認ですよ、繰り返しますが、要は最高裁は土壇場になってこの捜査報告書を理由に検察に全部罪をなすりつけたんだと思うんですよね。なるほど、検察にね、なるほど。で司法は、公正な判断をしたと。そうすると一部に流れている実は有罪だったと、だけれどもここへ来ての展開に大慌てになり、片っぽは秘密会をやるというし、これでいろんなことが明らかになっちゃうかもしれない、それを開かせないという手が決定ではあるわけでもないし、それからメディアの一部を書き始めた、そして流出していったと。今回は土壇場で、ネットを通じてですね7つ全部出ちゃったと、本物も出ちゃった。でマスコミの方も総崩れになってどんどん書き出しちゃいましたね。でそう流れも見えてきてたんで、急に無罪にして、そして、今おっしゃったように無罪にするということは司法の正規というか理性というのがギリギリ守られたと、瀕死でしたけど司法はギリギリ紙一重で生き残った。そうですね、裁判はしかしこうした異常な裁判をやってきた責任は検察にあると。で検察側の方は責任を負わされる。しかし検察審査会と言ってるからまるで検察の下部組織のようですが、先ほどから何度も出ているように実は最高裁事務総局の事務職員が検察審査会に降りているし、そこの人事から差配というものは全部最高裁事務総局がやっている。最高裁の機関なわけですね。三権のどこにも属さないと言いながら、ね、実は最高裁の下部組織として存在しているということは、これ最高裁は一面に今もかんでた、今先生さらっとおっしゃったんですが、実はトップが談合してたという話もあると。そうですね。これトップっていうのは最高裁長官竹崎さんということになりますけど、そこを含めて、この噂ですから。噂ですかだってその談合した場面を抑えたわけじゃないので、推認です。推認ですか。しかしよほどの確証がないとですね、そういう噂っていうのはやっぱり口にできないと思います。どうなんですかね、そこら辺は分からないです。でも最高裁がある程度組織的な意思を持って動かなければ、検察審査会というのはこのような非常に怪しげなことを、先ほど話が出てきたくじ引きソフトのことにせよ、あるいは検察審査会の年齢のおかしさの問題にせよ、徹底した秘密主義にせよ、いずれにしてもとても不透明なことが多い、おかしなことが多い。これらは検察がやってることじゃなくて最高裁がやってきたこと、ここを意外と国民がね今まで理解してこなかったことなのかもしれないですよね。で土壇場で検察に全部これ犯罪ですからね。これ犯罪ですよね。いやなんかまだマスコミの取り扱いの仕方が過失とか言ってますからね。なんて言うんでしょうかね、弱いというか、分かっているんだけれどもそういう言い方をしてますし、それから私はもっと大騒ぎにならなきゃいけないというふうに思うんですよ。だってそれはね、捜査をする側が去年の郵便不正事件の場合は証拠捏造、そして今回の場合は捜査報告書を捏造したわけですよ。そうしたら本当に何の身に覚えもなくて、もういくらでも、私だって岩上康美さんを犯罪者にすること簡単にできますよ。そうですね。でちゃんと何にもなくてもですよ。そうですね。で私のところにツイートしてきたりする方で、火のないところに煙は立たないと、理科に冠を正さず、そもそも怪しいからいけないんだろうっていうことをおっしゃる方がいるんですけれども、とんでもない話で本当に身に覚えのないもので、そのいくらでも犯罪者にできるわけですよ。それぐらい大変な、これは有印公文書偽造で、10年の懲役刑がある、そういう話でね、今マスコミが取り上げるべきは無罪が出たのにこれは真っ黒無罪だとか、わけのわかんない造語をして、さらにこの3年間無駄に過ごしたわけですよ。結果として私が言っていた通り、要はたとえこの正面からその検察と戦わないで、小沢さんが退いて、なんとか政権交代したとしても、結局その小沢さんの力なくしては余地を持って変え難いっていうのはああいう方のことを言うわけで、要は結局その掲げていた改革もなし崩しになってしまうだろうと言った通りになってるじゃないですか。もう完全に変質して単なる増税内閣でしょ。で藤井さんなんてね、あんな酔っ払い連れてきて、もう勘弁してください。本当に引退していただきたい。なぜならばあの人は自由党の時にずっと今私がさっき増税の問題に関して言ったことを藤井さんがずっと言ってたんですよ。これだって常識ですもん。非常に真っ当な経済の議論ですから。だから藤井さんが党のその税制調査会の会長として「いいか君たち一人一人の発言が歴史に残るんだと、そう思って覚悟しろ」ってなんかおっしゃったっていうのをこう映像で見ましたけど、私は副大臣だったのでその場には入れませんでしたが、まあいたら私はその場でね、藤井さんそっくりあなたにその言葉を返してあげますよと。あなた一体前は何を言ってたんですかと。私たちが言ってるようなその増税なんかやったらかえって経済めちゃめちゃになる、税収が減るということをおっしゃってたじゃないですかって言いたいぐらいですよ。藤井さんの変説って政権取った直後にもう現れてましたよね。もう先祖返りしたんじゃないですか、財務省に。あの時に円高を容認ということを打ち出した、あの時から非常に違和感を感じてましたけどね。誰のために仕事してるんでしょうね。円高にやってメリットはあるのってアメリカだけですよ。だからね、私はそのもう本当に真面目に日本人が働いてその富を収奪されてるんじゃないかなっていう感じがしますよね。感じですけどね。まあそういうことで犯罪です、はい、犯罪、というふうに大々的にやらなきゃいけないんですよ、マスコミは。そうですね、とんでもない話ですよ。まあうちでやろうと思いますけど、はい、国民の皆さんの人権が危ない、誰でも、犯罪者にされる恐れがある。かつこの3年間そういう担当した検事が証言してるんですから間違いないわけですよ。その捏造した事件、でっち上げた事件、そして結局は実態がないから起訴もできない、でへりくつをつけて非常有罪にした、そして小沢さんは起訴もできなかったので検察審査、起訴がダメなら検察審査会があるさということで、この3年間日本の政治そして社会にとってこのことはものすごいマイナスだったと思うし、決して許してはいけないことですので、私はまあマスコミの皆さんにお願いしたいのは、なんか真っ黒無罪とかっていうそういうふざけた報道は直ちにやめて、こういう問題徹底的にやらないと本当に禍根を残すと思いますよ。かつ、控訴をするなんていうことはやめていただきたい。もう今度はね、検察審査会の起訴議決にそれの公判維持のための、裁判でしたけれども、本当はやめるべきだと私は思いましたが、そういう手続きがなかったのでやめられなかった。しかし今度控訴をするといえばですよ、それも今度は指定弁護士の自己責任でやるわけですから、全ての責任は彼らに行くわけですので、そういう判決でもないわけですからね、ここは冷静なご判断をいただきたい。これはどっちになると思いますか。9日に判断下すそうですけど、これはどっちになると思いますかっていうのは言わないけれども、まあ控訴はすべきじゃないですよ。ここまでね、無駄に時間を使ったわけですから、そして私もこういうものを調査するために膨大な時間を、労力と、真夜中でしたけどね、主にね時間はないので、ちょっと追加のね 2、3点、一つまずですね、この問題これだけ明らかになっていてですね、この国会に当時の検事総長であるとか、この時点での特捜部長佐久間さんであるとか、こういった方々をお招きしてですね、お話を聞く、まあ参考人か証人かわからない、ずっと小沢さんを証人かもって言ってますけれども、むしろこっちの検察の問題というのはこの大変な国民全体に影響を与えますから、この一件だけで済まない話です。こういうことが構造的に行われるんだったら大変なことなんで、これは立法府が正さなきゃいけないと思うんです。当然です。そういう可能性ありますか。可能性って言われると難しい、やるべきかどうかの考えということであればやるべきだというふうに思います、で私がこの間その検察あるいは検察審査会、そして裁判所、いろんな問題を調べてきました、でこれは不当な政治の司法への不当介入であるという私に対するネガティブキャンペーンを張ろうとしておりました。まあ、実際そういうことで野党の方からそういうふうな話もありました。しかし考えていただきたいのは、これは不当な政治介入ではなくて、我々立法府は国権の最高機関、三権分立の中の国権の最高機関であります。で、三権分立というのは巨大な権力を分散してお互いにチェックさせる、でチェックアンドバランスで人権を守っていくという仕組みだというふうに私は思っております。そうすると、司法をチェックすると、厳しくチェックしていくと。で、司法から我々もチェックされてるわけですし、検察からもチェックされてる。これは我々の本当に重要な果たすべき義務というか任務なんですよ。ですから不当な政治介入だっていうキャンペーンに負けて、みんな森裕子のこの問題に関する取り組みとは距離を置いてきたわけですけれども、だんだん皆さん、理解を。現実に起きたことは、司法による、あるいは検察による不当な政治弾圧、そうですね、政治介入そのものです。だから反対だったんですね、やったことがね。そうですよ。これが一つ、まず検察の問題一つ、それからもう一つ最高裁の問題。最高裁の問題については、これは何らかの形でこれを問いただしていく調査を行う、というようなことはありえるんでしょうか。まず検察審査会の秘密会を開いて、どういうことになっていたのか、これは行われますか、秘密会は。理事にまずは提案をしていただくということで、私もそのような働きかけはしておりますけれども、国会というところは私がこうやるべきだって言ってもすぐには動きませんので、そのためのいろんな働きかけ、皆さんの理解を売るために、またさらに、だけどね、ここまで来るのに3年かかりましたからね。頑張ってください。言ってだけ同僚の姫井さんが、江田さつきさんの地元で行われた何か集会に出席した折に、江田さつきさんがですね、小沢さんの元にいたら次の公認を与えないぞというような脅しめいたですね、スピーチをされて、その場にいた姫井さんは大変ショックを受けたと。姫井さんがいろんな方におっしゃったために、これ政界に随分広がった話で聞こえてきてる話なんですが、これ直接ですねご確認されたって聞いてます、この事実経過で。江田さんという人は法務大臣であり、でかつ弁護士であり、竹崎さんという現在の最高裁長官とは竹馬の友と。そうなんですね。小学校から東大に連れてきてずっと同じだったという関係にもあってですね、大変無罪判決出る前のことでしたから、いろいろな憶測を呼びました。そうですね。もしかしたら有罪という感触を得ていたんではないか、だからこそそんなことをですね、そういう場で言ったんではないかとまで言われました。そうですね。だからこそ姫井さんが言われたということが笹波のように政界の中、永田町の中を駆け巡ってですね、小沢を有罪かっていうですね、不安を煽り立ったという部分もあったと思うんです。この件について、森先生直接ご本人にも確認されたということを聞いてますが、姫井さんにね、はい、どういうことだったのか、集会というか、はい、江田さつき先生の総会ですかね、はい、そこでそういう、要するに小沢派にいる、その直接的な言葉はちょっとごめんなさい忘れましたけど、要は小沢さん側にいるんだったら公認しないと、小沢さん側にいるやつは公認しないという、そういう趣旨のことを言われて、ショックを受けた。それはひどい恫喝ですよ。恫喝で許せないですね。恫喝をするというイメージはね、メディアによって作られたイメージであっても、小沢一郎がやってきたんじゃないかと言われてたような話で、それをむしろその対局にいるイメージを作り上げられてきた。江田さんイメージ作りうまいですからね。すごく上品なイメージが。いやいや、全然やってることと違うじゃないですか。びっくりしますね。こんな風な圧力がだからいろんなところでかかってるわけです。そうですね。これ1エピソードであって、だから言わない人もそういうことがあるかも、うん、はい、はい、ということでございます。すみません、お忙しいので話がつきませんですね。はい、そうです。また機会がありましたら、はい、ぜひまたお料理お話を伺わせていただければと思います。ありがとうございました。はい、9日本当そうですね。もう早くねこれを終わらせていただきたい。そうですね。もう日本にとってマイナスです。そうですね。これから先の見通し、反転、構成というのはきっと終わりだと思いますし、お考えあると思いますけれど、またそういうお話はまた改めて伺わせていただければと思います。ありがとうございました。ご本もいつ頃できるんですか？5月中には発売したいという。5月中に発売までいっちゃうんですか？じゃあもうほとんどできてるんですね。それがなかなか難しくて多分6月になると思いますけれどタイトル決まってるんですか？検察の罠。検察の罠。どちらから出版社は？日本文芸社。日本文芸社。日本文芸社から検察の罠宣伝しちゃいました。有効ということで苦しいです。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。本の告知までした。